本日のゲストは劇作家で、昨春に兵庫県豊岡市に設立されました、芸術文化観光専門大学学長の平田織ザ様でございます。今後の行事のご予定でございます。あの、平田織ザ様の、えー、ご略歴が書かれたペーパーを、裏面をご覧ください。えー、っと、5月の定例会ですけれども、5月10日。 14時からですねパナソニックの執行役員の小川美智子様をお迎えしますご存じのように多彩な才能を持ちでですねピア,ニストでピアニストとしても知られておりますまたですね今般パナソニックがですね2025年 えー、大阪・関西万博の出展を決めたに、決めるにあたりまして、その万博の担当も務められておられます。そういったあの多彩で最新のお話をですね、和田さんから聞けるものだと思っております。前後をしますけれども、4月の定例会につきましては、今、あの調整中でございます、えー。予定ですけれども、関西経済同友会の代表幹事の 生駒京子さん、えー、プロアシストの社長を務められておりますけれども、生駒さんをお呼びする予定でございます。えー、日程が決まり次第、えー、ご案内を申し上げます、えー。少しお待ちいただければと思っております、えー。女性のゲストが2回続くというふうなことになりますので、ぜひ皆さんご参加をいただければと思います。 いずれもですねまだちょっとコロナの事情からですね従来のようなランチを取りながらのお話ということではなくてですね講演会のみというふうなことで行わせていただきたいと思っておりますどうかご理解をよろしくお願いいたしますさて大変お待たせいたしました それでは改めてゲストのご紹介を申し上げます。本日のゲストは劇作家で芸術文化観光専門大学、専門職大学学長の平田織田様でございます。平田様のご略歴はお手元の資料をご覧いただければと思います。1962年生まれ、東京ご出身でございます。劇作家として非常に著名な方でございます。 日本の近代演劇を見直してですね、これまで本当に西洋の直訳的な演劇だったのをですね、日本人の生活に根ざした自然な会話や動きで進行する新しい演劇の手法、現代、交互演劇理論の提唱者でもあられます。 代表作の、代表作の東京ノートで、1995年に、平たい表現で恐縮ですけれども、演劇界の芥川賞とも言われる第39回、岸田国夫擬曲賞を受賞されておられます。2019年には日本文学聖水域で第22回、鶴屋南北擬曲賞を受賞。2011年にはフランスのイギリス文化勲章を受賞されておられます。 2019年からは兵庫県豊岡市に移住され、主催する、取材する劇団の新しい拠点、江原下半劇場を設けられました。そして昨年4月豊岡市に設立された芸術文化観光専門大学の専門職大学の初代学長に就任され、芸術文化の新しい担い手の育成に取り組んでおられます。 え本日のご講演のタイトルは芸術文化観光の未来でございます。えー、それではあの平田様よろしくお願いいたします。マスク取って喋っていいいいんですか。はい。あ取ってください。ありがとうございます。あ、変なスライド。 はいすいません。<laughs> 間違ったたスライドが出ていいまますすす平田ですよろししくお願いいたしますあのご紹介いただきましたようにあの私劇作家演出家であの皆さんに作品をお届けするのが一番の仕事なんですが、えー、大学の教員ももう二十数年やっておりましてあ特に大阪大学に13年ほど勤務しておりましたので東京生まれ東京育ちなんですけど関西とのお付き合いも長くなっております。えー ちょっと本題に入る前に少しだけ自己紹介のスライドも持ってきました。よいしょえっと、これは2002年の日韓共催のサッカーのワールドカップの記念事業で日本と韓国の両方の国立劇場で合同で作った作品です。えー、日本の俳優さん6人と韓国の俳優さん5人出ていただいて。えー まあ日韓両国で大きな賞をいただく作品になりましたこれ三田和代さんですね、えー、こちらペクソンヒ先生という韓国の人,人間国宝クラスの俳さんに出て頂きましたあ今日大統領選挙ですね今日は新新プレス関係の方多いと思うんですけどあのちなみに私パク・クネ政権の時にえ外国人で唯一あのー えー、韓国政府が、えー、助成金を出さないというブラックリストに載ったというあの非常に名誉ある <laughs> あの、なんで私が乗ったのかも最後まで分からずに、あのただあのそのことが後で、まあ、発覚しましたね、あのブラックリストが。であのー 韓国のテレビでニュースにもなったんですけれども、あのたまたま私あの韓国語を少しあの一年留学してて韓国語を喋るもんですから韓国とのお付き合いは非常に長くてですね、えー、まあ今もあの韓国の大学とも交流がございます。 これは、えー、と私の代表作で「東京ノート」と今、えー、世界14か国語ぐらいに翻訳されて世界中で上演している作品の、えー、日韓版ですね手前の2人韓国の奥の2人は、まあ、日本の俳優さんです、えー、これはそれのフランス語版ですねフランスの国立劇場で作った作品です、えー、これその時の劇表ですねこれ多分「リベラシオン」だと思いますけれどもはい、えー、あちなみにこの「東京ノート」 東京ノートというのは1994年に書いたんですけれども、まあ、要するにあの湾岸戦争とボスニア・ヘルツェゴビナーの紛争の後にですね、えーまあ、この東京ノートというのはあのヨーロッパで大きな戦争が起こっていてそこからあのヨーロッパの絵画が日本に避難してきてその避難してきた絵の前で、まあ、日本人たちがまああの家族のこととか恋愛のこととか、まあ、就職の話とかをしているという、まあ、そういうあの構成 になっていますあの、まあ、今回。あの え非常に不幸なことにまあヨーロッパで戦争が始まってしまってあのちょっとネットでもあの東京ノートが現実になったっていうようなことでまあ話題に今なっているところです実は去年この作品ポーランドで上演する予定だったんですけどこれコロナであのできなくなりましてえ今年もポーランドの演劇祭に9月に参加する予定になってるんですけどまあ果たしてまああのポーランドも今それどころじゃないという感じですのでまあどうなるか分からないといったところです まあこういったあの国際共同の仕事あちなみにこれはですね、えー、とフランスの国立劇場で作ったんですけど日本とフランスとイランの3カ国合同で作った作品です彼とか彼女はイランの俳優さんですね、まあ、フランスの文化政策、まあ、ヨーロッパ各国どこもそうですけど特にフランスの文化政策というのはですねこういったまあ政治的には敵対している国こそですね文化でつながっていこうという、まあ、外交文化戦略というのをまあフランスは強く持っておりますああごめんなさい文化外交戦略ですね この文化外交戦略なんかの一環としてこういったイランとかですねそういった国の演出家や俳優と一緒に仕事をするケースがヨーロッパでは多くなっています。はい それからあの先ほどお話ししたように私あのまあ大阪大学に長く勤務しておりました大阪大学でこれロボットを使った演劇とかですねこっちはアンドロイドですねこっちはアメリカ人の女優さんですけど皆さんあのえ石黒博先生というまああのご存知かと思いますけれども今度の万博でもあのプロデューサーの一人になってますが、え。ー まあ、あのこの人どのぐらい変わってるかっていうとあの自分にそっくりのアンドロイドを作って有名になったんですけどアンドロイド年取らないですよねで自分どんどん年取っていっちゃいますよねでだんだん離れていっちゃいますねであのどうしたかっていうと本人が整形手術しましたあのこっち直すの300万でこっち直すの30万だったんで自分直しましたあの意味ないですねあの自分とロボットの区別があんまりついてない方なんですけど、まあ、彼と一緒に、えー、10年以上いろんな作品を作って世界中を回ってきました はいえー、あこれはオペラですね、えー、ハンブルグドイツのハンブルグの国立歌劇場で作ったオペラで、えー、あ,あさってが3月11日ですけれどもこれ福島が舞台になってましてあの最後こう防護服を着てお墓参りに行くシーンで終わるんですがこういったあのヨーロッパではあのオペラの演出なんかもしております。 からあの一応作家なんで小説とかも書いててまあ5年ほど前に桃もクロ主演で映画化されたのをご覧になった方もいらっしゃるかと思います。 からあの一方で、えー、小学校中学校のここの教科書を作るお手伝いをずっとしてきましたので、まあ、今もですね大体年間30校から40校ぐらいはこういう小中学校に実際に出向いて、まあ、自分で授業をしています、えー、後でもご紹介しますが私が暮らす豊岡市は今市内36のすべての小中学校でこういった演劇的手法を使ったコミュニケーション教育を導入しております。今日あの午前中は宝塚北高校、まあ、演劇コースを持って ている兵庫県の県立高校ですけど、ちょっとそこで講演会だったんですが、宝塚市もですね、もうこの7,8年ずっとあの市内の小学校にずっと教えに行ってまして、いよいよこの4月からはあの市内の小学校で全校実施ということになっております。さあ今日の夜はですね、えっと豊中市でやはりあの教育関係の講演会があるんですが、豊中市もですね、今度作ります小中一貫の義務教育学校の中にえ演芸 こういった教育が今すごく広がりつつあるんですが、まあ、それのお手伝いもしてきております。はいえー、それから大学でもですねこういったまあワークショップ形式と呼ばれるまあ授業をまあ国内外でしてきました。で今日は 少しあのーまあ、豊岡が今どんなことになってるかということを通じて、まあ、芸術文化観光というもののお話をしていきたいと思っております。えー、兵庫県ご承知のように 日本海と瀬戸内海と2つの海を持った日本で唯一の県なわけですねでこの県北の田島これが大体東京都と同じ面積があって人口が16万人弱と豊岡市が23区と同じ面積があって人口が8万人弱という非常に過疎の地域です。 えー、田島は3・市2町で構成されていますね。えー、とあでここに、まあ、今回ですね芸術文化観光専門職大学と県立の大学が生まれました。まあ、この大学についてはまた後でご紹介したいと思いますけれども。えーまあ、この大学は 田島は先ほど申し上げたように東京都と同じ面積がありながら4年生大学が一つもなかったわけですねで4年生大学の誘致はまあ悲願だったわけですけれどもこれが実現をいたしました。 えこれが豊岡市です、えー、豊岡市自体も一市五町が合併した大きな市ですね、まあ、一番有名なのはやはり木の先温泉かと思いますが、まあ、それ以外、ね、コウノトリの復活で有名になりましたねもうこれは皆さんご承知かと思いますけれども、えー、コウノトリが最後に絶滅したのが豊岡市だったので、まあ、これをえ人工負荷から自然包丁までまあ持っていったとでコウノトリというのはあ完全肉食なので田んぼに船とか土壌がいないと生きていけませんので えー、自然包丁までつな、えー、いでいく過程でですね農家を説得して無農薬の田んぼを広げていって、まあ、そこで採れたお米をコウノトリ育むお米といって、まあ、ブランド化してきました。 あのー、まあこれ今すごい高い値段で売れててサンフランシスコとか香港ではですね1キロ2000円近くで売られているそうです。であのやっぱネーミングが良かったですねコこの鳥はグクモお米なんであの引き出物とかですね出産祝いとかまあ特に中国系の方はあの縁起を担ぎますので赤米とかと一緒にセットにしてちょっと綺麗な箱に詰めたりして贈り物などによく使われているようです。でこれを豊岡市は環境と経済の両立というふうに呼んできました。えー、環境を優先するとどうしても経済に負荷 がかかりがちなんですけれども、逆にこの環境を売り物にして経済を回していこうということですね。で、まあこれの成功に気をよくしてですね、次にまあ狙ったのが文化だったわけです。 で、えー、木城崎温泉ですね、ご承知のように、えー、木造三階建ての街並みを守って。大きなホテルはもう端っこにしか建てられないということで。まあ、これが当たってですね、えー、まあ、いわゆるインスタ映えですね。もう、今週末あたりはですね、関西の、あの、女子大生の卒業旅行がものすごいにぎわいです。あの、コロナで相当制限をしていてもですね、まあ、あの、これ、あの、相当来てまして。この、えー、先般のゴートゥーキャンペーンの時は、まあ、あの、地元の人間がは。 プロにに入れなないいいいというぐらいのにぎわいになりましたコロナ以前はですねインバウンドもすごく増えて大体いい5年で40倍になったというふうに言われていますでこの城崎、えー、の,のですね一番端っこにこの大会議館というのがあったんですね、えー、これはコンベンションセンターです、えー、と1000人収容のコンベンションセンターだったんですがえー 建設から、あの、会場から30年間、一度も1000人入ったことがないという典型的なお荷物施設でした。一番入ったのが、あの、新婚さんいらっしゃいの公開ログが630人という、会議でもないだろうという、もう、突っ込みどころ満載のお荷物施設でしたね。で、 えこれ県の施設だったんですけど市に払い下げられることになりましたで豊岡市としても使い道がないので、まあ、潰して駐車場にするかというか話していたようなんですが、まあ、当時の中貝前市長がです、ね、急に思いついて劇団やダンスのカンパニーに貸したらどうかというふうふに言い出しましたでその時にです、ね、たまたま私全然関係ない文化講演会で豊岡に来ていたんですねで担当者からです、ね、ちょっと市長がこう言ってるんですけどちょっと見てください って言われて、まあ、連れて行かれたわけですで僕城崎ののも初めてだったんですね、えー、まだ10年11年前ですで城崎の町の並みはあの驚きましたこんな町並みがまだ日本に残ってるのかと思いました、えー、一方でそこを抜けてたどり着いたこの建物はですね本当にダサい建物でこれは よっぽど頑張ればどうにかなるかもしれませんが相当頑張らないと大変だと思いますよって言ったんですけどあのその市の担当者がですね本人も市民ミュージカルとかをやっているまあ演劇大好きな人でまあしかも市長と中高同級生だったらしいんですねで市長にですね平田先生が大あの頑張れば大丈夫って言ってましたって半ば嘘を伝えてですねでまあ私は言ったことは言ったんであのまあリニューアルの諮問再生会議の諮問委員を引き受けましてでまあ皆さんの ご努力でですねこういうかっこいい建物に、まあ、作り変え目これ同じ建物ですけれども、えー、でこういった縁台があったんですけどこれ取っ払って小劇場仕様にしてこれもロールバックスタンドなんでこれも引っ込みますので非常に巨大な稽古場それから6つのスタジオ。 それからレジデンスス施設でですすね25人まままのアーティストがいっぺんに泊まれます、えー、それそからキッチンとかですねカフェテリアとこういったものを整備して、えー、アーティストを迎え入れることになりました、えーまあ、世界でも有数のパフォーミングアーツ演劇やダンスに特化したレジデンス施設を作りました、まあ、結果としてですねそれまで20日間しか使われてなかったものが初年度から330日の稼働と、えー、そしてまあ世界中からの申し込みが来ています 今もですね年間大体二十数か国から100件近い申し込みがあってそこから十数団体を選んで使っていただいています。 えー、レジデンスに特化した施設なのであの短期的な成果は問わないんですけれども、あのー、滞在アーティストに何らかの、まあ、還元授業をしてていいいただいています例えばこういったまあワークショップ子ども向けのワークショップをしてくださるところもあればリハーサルを公開してくれたりとか学校に行って授業をしてくださるアーティストもいます、えー、先月も森山あ先々月ですかね森山未来さんが、えー、半月ほど滞在して、えー、これはその前の3年前の写真 んですけれども木の崎豊岡の子どもたちと一緒に作品を作りましたこれ別に特別のことではなくってこういうことが毎月のように行われているということです。えー、木の先豊岡の子供たちはまあ 当たり前のように世界的なアーティストと触れ合う環境を持っているレジーヌ・ショピのこれはえっとフランスのコンテンポラリーダンスのまあ教祖みたいな方ですね、えー、これ南太平洋の,あのダンサーたちと一緒に作品を作って今もこの作品は世界を回っています、えー、イレーヌ・ジャコブこれ映画がお好きな方はお分かりかと思うんですが2人のベロニカとかトリコロールアカーの主演女優であカンヌでの主演女優賞をもとってフランスの国民的な女優さんですこれ私の作品に 出ていただいた時ですけれども、えー、この施設のモットーはこの街で世界と出会うということです、えー、神戸京都大阪に出ていかなくても田島豊岡で世界と出会えるんだということですね えー、さ,さらに、まあ、先ほどご紹介したように、教育政策も大きく変わりました、2017年からは、えー、コミュニケーション教育を柱として、市内36のすべての小中学校で演劇教育を実施しています、それから、えー、と今年度からは、田島県域のすべての高校でも演劇教育を導入しています、これはもうはっきりと今回の大学入試改革、えー、に対応して、まあ、AO 推薦入試に強い高校生を作っていこうと。 いうことです。あのまあ実際にですね、例えば豊岡田島のあトップの進学校である豊岡高校数年前までは国公立の栄養推薦入試使うの数名だったそうです。一昨年急にですね50名になって、そのうちの20名近くが栄養推薦で受かりました。まあこうなるともう保護者も教員もまあ完全にもう様変わりですよね、えー。意識改革が行われて、どん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 アクティブラーニングを導入して、えー、入れられる子はどんどん。 推薦で入れていこうとあのうまく使うとですねこれあの各。 各校に東大だろうが、京大だろうが、半大だろうが、各校に1名、2名の推薦枠がありますから、地方の小規模校の方が有利なんですね、実はうまく使うと。で、こういったところ、その代わり、そこではやっぱりコミュニケーション能力とかが要求されますので、そういうものをきちんと、もう小学校段階から育てていくと、実はこれ、地方創生の予算を多く使ってきました。要するるるにに東京のの中高一貫校に勝るとも劣らないい教育をししててで安心して U ターン、I ターンに来てくださいということです。文化政策 えー、今、幼稚園、保育園小学校1、2年生は全員が年に1回大体、えー、お芝居を見ることができます、これ学校行事として行っています、6年生は狂言、えー、4年生が、えー、とクラシック音楽を生で聴きます、これはもちろん全部学校行事ですから、無償ですで、そこで関心を持った子どもたちは先ほど言った木下国際アートセンターで毎月のようにやっている催しを無料でまあ見ることができますし、さらに興味を持った子どもたちは、駅前に市民プラザという施設があるので、 まあここは中学生なら通ってこられますので、えー、大阪や京都から呼んだプロの演出家たちと1週間ぐらいかけてお芝居を作るというのは体験をします、まあ、文化政策というのはこう裾野を広げていってでやりたい子たちがちゃんとステップアップしていくようなピラミッドが必要なんですけれども、まあ、こういうピラミッドもまあほぼできつつあるということですでそのピラミッドの頂点にまあ芸術文化観光専門職大学が今回できました例えば今年え地元の豊岡高校 そして新温泉町の浜坂高校からも1名ずつ推薦入試と要入試で合格しました神戸新聞さん田島版で大きな記事にあのすごいですよね高校生が1人合格しただけであの大きな記事にしていただけるところが地元のありがたいところなんですけれども例えば浜坂高校の、えー 今回受かった子はですねもう高校1年生から高校で私の授業を受けて演劇やあの表現活動に興味を持ってそのまま本学に進学をしたと豊、えー、岡高校の子はですね中学の時からこういった演劇の授業を受けてそのままえ演劇の裏方スタッフになりたいということで本学を志望したと要するに地域でこういった芸術活動に触れてそのまま東京や大阪に出ていくのではなくてそのまま地域で でその夢を実現できる時代にまあ 田島だけはなってきたということなわけです。で、ちょっとこの大学のことをご紹介させていただきます。一、えー、学年八十人、えー、全学三百二十人の非常に小さな大学です。えー、で、あの兵庫県立です。あの県立と入っていませんが兵庫県立の大学です。えー、兵庫県にはあのすでに兵庫県立大学があるんですが、えー、本学はですね一法人二大学という新しい制度を使っておりまして、一つの法人組織の の中に兵庫県立大学と本学芸術文化観光専門職大学があります。まあ,あのこれ吉屋市がいろいろあるかと思うんですが、あのご承知のように大阪市大阪府さんは合併してま巨大な日本最大のですね大阪公立大学というのをまああの誕生させたわけですね。でこれもあの一理あるわけです。もう今やっぱりあの大学はスケールメリットが非常に大きくてですね、一番はあの Dx ICT 化、これ大きな投資が必要ですしで何億投資しても数年後にはまたこれをあの変えていかなきゃいけないそうすると小さな大学はもう無理なんですよねある程度大きな大学でないとここ対応できないあるいは広報活動などもやっぱり大きな大学の方が有利。 しかし一方でですね、えー、大学入試改革等のですね、大学改革が進んでいるのはやはり小さな大学なんですね。私は大阪大学に長くいましたけれども、大阪大学のようにですね、もう巨大で学部の力が大きいとですね、全学的な改革なんていうのも無理なわけです。で、えー、兵庫県はですね、この、えー、個別のフットワークの良さと、えー、を活かしながら、えー、その。 ICT などは共通で使えるようにということで、一法人二大学という制度を、移、ま、動、あ、前知事が選んでくださいました、今のところそのことはです、ね、非常に功を奏しているんじゃないかと思います。一、えー、学年80人、全三320人の小さな大学と言いましたが、えー、豊岡、先ほどご紹介したように、えー、今、人口が8万人を切っております。 1>, 1学年で生まれてくる子どもの数は600人を切っていますしかも今まで4年生大学ありませんでしたので人口の7割以上が18歳で1回外に出ていきます豊岡田島の場合にも。そうするとですね豊岡市内の19歳人口って150人ぐらいだったんですよそこに毎年80数名が全国からやってくる まあこれ非常に大きな人口インパクトですよね、まあ、実際にまだ1年生、1期生しかいないわけですけれども、あの,し、えー、町の方から、ですね町の風景が大きく変わったというふうに言っていただいています、これが320人になると相当大きなまあインパクトになるんではないかと考えられています。こ、えー、これれがが全貌でですす、えー、図書館ですねまだ本が入っている 入る前の写真ですけど、これラーニングコモンズと言って、あの教室を飛び出でですね、ディスカッションするような場所になっています。えー、劇場も持っています。これあのフラットになってますけど。ここ仮設の客席作るとだいたい200人ぐらい収容の本格的なまあ中劇場ですね。えー、機材は全部プロ仕様で、プロのスタッフを目指す学生もここで学ぶことができます。 はい、こちらが寮ですね1年生は全寮制になっていて2年次からは外に出ていただく形になっています。はい えまあこういったあの少子化の時代にこれだけの過疎の地域にですね大学を作って大丈夫なのかというふうふに言われましたがおかげさまでこれ去年の数字ですけれどもえこういった非常に高い倍率全体で7.8倍とまあ今年はさすがにこの反動で落ちましたがえ非常に高い倍率高い偏差値のえ大学になりましたまあ分かりやすいところで言うとまあ秋田の国際教養大学のアート版というふうにあの説明をしております、え。ー 特徴はもう全国からあの来てるということですね。それと、えー、入学者の85%が第一志望という。 まあ、あのこういう大学はもう今本当に珍しいわけですけれどもあの非常に意欲のある学生が来てくれていますちょっとこれ小さい数字で申し訳ありません県立これ上が志願者で下が合格者なんですけれども兵庫県立大学は学生の6割が兵庫県民8割が関西出身なんですが本学は、えっと、兵庫県が2割関西で3割ですあとはもう全国からまんべんなく来ています、えー 東北、北海道が多くてですね受験者は5.8%なんですけど合格者は15.4%要するに東北、北海道からわざわざ受験をしに来るということはよほど強い意欲を持っているので、まあ、合格率が高いということなんだと思います実は兵庫県の次に多いのは大阪ではなくて、えー、北海道です。 北海道から一期生5名入学しましたそのうちの3名は同等です、えー、2人は札幌ですけれども1人は帯広帯広白洋高校という新学校ですが出身は鹿尾井という5000人の町です、えー、もう1名は男子で、えー、釧路の高校ですけれどこれも出身は鶴居村という単町鶴で有名な町です、えー、この学生はですねあの自分の町は単町鶴で有名と言っているけれども 豊岡のコウノトリほどにはまちづくりにこれが生かせていないんじゃないかということで豊岡の成功の秘密を探るために4年間豊岡で学んで地元に帰って地域に貢献したいというふうに言っていますもう一人はネムロです人口2万数千人このこれは女子の学生ですけれども彼女はですね1年間オーストラリアの留学体験があって私たちの世代だったらばそういう学生はですねあの国際社会で活躍する人間になりたいですとか志願表に書く と思うんですけれども彼女は1年間高校時代にですね1年間オーストラリアの地方都市で暮らして、えー、まだ商店街も元気だし大人たちは5時で仕事が終わって、えー、音楽を楽しんだり演劇を楽しんだり家族でバーベキューをしたり生活も楽しんでるとなんで根室はこんなに寂しくなっちゃったんだろうと考えていろいろ調べて。 で豊岡で観光とアートについて学んでやはり根室の地域振興にまあ尽力したいと、まあ、そういう学生が非常に多いです東京志向中央志向は全くありません国際志向はありますけれどもそれは国際的に活躍するというよりも地域を国際化するための意欲にあふれた学生ということが言えるかと思います、えー 本学はですね地域に開く大学開かれた大学ではなく地域と共にある大学ということを目指しています地域の課題を大学に持ってきていただいてどんどんそれを解決するような大学です、えーまあ、専門職大学ですので実習が非常に多いんですね劇場とかですね旅館、えー、ホテルなんかでも実習をしてもらいますだからまあコロナが明ければですね海外でのまあ経験もしていただくということで台湾のホテルなんかでの実習もあの予定されています 完全クォーター制になってまして、えー、普通の大学は前期後期に分かれてると思うんですけど夏休みと冬休みに集中講義とか臨時、まあえー、実習インターンですねそれから短期留学なんかがく、えー、配置されています。あのー クオーター制にするといいのは8月とか2月3月は東京大阪の大学がもう休みに入ってますので、まあ、一流の先生方を呼べるということですね、まあ、本学一般教養はですね、えー、社会学は宮台真司さん、えー、哲学は内田達さん、えー、それからあ,あとんだっけな。 そういったトップクラスの先生方に文学は高橋源一郎さんですねそういったトップクラスの先生方から一般教養の授業を受けると、まあ、アートを扱うんでやはりそのあらゆる分野で、まあ、本物超一流に触れてもらうというのが本学の教育方針になっています。 えーまあ、なぜこれだけの学生が集まってきたかというと、まあ、一番はやはりこの日本で初めて演劇とダンスの実技が本格的に学べる公立大学と、まあ、このキャッチフレーズが非常に受けたではないかと考えられています。まあ、これも逆に言うと非常に恥ずかしい話でですね、まあ、私、東京芸大の教授も長くしてたんですけれども東京芸大もご承知のように音楽学部と美術学部はあるんですが演劇学部ないわけですねで。こんな国はないんです先進国の中で。 普通の国は国立大学に演劇学部があり国立演劇学校を持っているんですが日本だけがこれがありませんあるいは皆さんに分かりやすいところで言うとです、ね、今日はあの宝塚北高校に行ってきたという話をしましたが、あのー、普通の先進国はです、ね、少なくとも高校の選択必修に演劇があるんですね。 皆さんは音楽と美術と書道だったでしょでそれを当たり前のようにずっと授業を受けてきましたよねでも普通の国は音楽と美術と演劇なんです、えー、お隣の韓国もですね56年前に、えー、全ての高校の選択肢に演劇を入れました、えー、台湾もシンガポールも演劇の授業を持っている高校非常に多いです、えー、日本はあアジアの先進国の中でさえもですねこの分野において非常に遅れを取っているということですで 音楽の先生や美術の先生がいるのと同様に諸外国には演劇の先生というのがいるわけです。で演劇の先生を育てるためには国立大学の演劇学部があるというサイクルがあるわけですけどこれ,日本だけがこれがなないいととうことなんですねでやっと兵庫県は他府県に先駆けてこういった公立大学を作ったということです。 えー、演劇だけではなくてダンスこれは木田真理子さんというスウェーデンの王立バレエ団のプリンシパル長くやってらっしゃった方ですけれども日本人で唯一ブノワ賞というまあバレエ界のアカデミー賞にあたる賞を受賞された方です彼女も専人でまあ、豊岡で教えていただいていますこういったまあ一流の講師陣が専任教員で入っています もう一つは日本で初めて観光という名称の入った公立大学ということです、えー、なんで観光と芸術なのかとよく聞かれるんですがこれもですねアアジア諸国ははみんんな文化政政策策と観光政策は一体でで行ってるんですね日本だけが文化庁は文部科学省観光庁は国土交通省と全く関係ない省庁で扱っているために、えー、ここがうまく機能してないということです。で まあ皆さん、あの、ちょっと考えていただければわかると思うんですが、まあ日本はですね、コロナ以前、え、インバウンドで相当潤ってきました。特に関西はですね、え、もうインバウンドに救われたと言ってもいいぐらいに多くの方がお金を落としていってくださいました。もちろんこれは、え、観光業界の大変なご努力があったわけですけれども、でも、 一番のの外的な要因は円安と東アジアジ経済発展ですよね中国と東南アジアに10億人近い中間層が今一挙に出現しつつあるとで大体年間所得がですね300万から400万を超えてくるとみんな海外旅行に行き始めるわけです70年代、80年代の日本人がそうでしたそで90年代の韓国の方もそうでしたで。今ですね中国東南アジアジの方たちが 初めて行く海外旅行先として安くて近くて安心安全な日本を選んでくださったっていうことですよね。で、あの、それはとても良かったんですが、もう一回来てもらうときに富士山何度も見たいっていう人はあんまりいないと思うんですね。姫路城でさえ一回見りゃいいと思うんですね。えー、それ物見えさんのものは一回で終わってしまう。で そうするとこれからはですね食やスポーツ食べ物やスポーツも含めたコンテンツ中身が大事になってきますこういうものを観光学の世界では文化観光というふうに呼びます、まあ、日本人もそうですよね一番最初は70年代ロンドン、パリローマ6日間ジャルパックみたいなのみんな行ったわけですけれども2回目3回目となるとアンダルシア10日間の旅とかですねドイツロマ,ロマンチック街道バスツアーとかですねまさにコンテンツが重要になってくる。 でえー、その文化観光の中でも特に日本が弱いのが。 まあ夜のエンンターテインメントだといいう,うに言われています、まあ、ブロードウェイのような家族で楽しめるミュージカルとかです、ね、あるいはこう初老のご夫婦がです、ね、カクテルを飲みながらジャズを楽しむとか日本でもそういう酒場をあの居酒屋さんとかあるじゃないかと思われるかもしれませんが外国の方から見るとちょっと日本の繁華街怖い感じがするんですよね。ご承知のように外国の特に富裕層知識層はあのお酒飲んでゲロとか吐かないのであのそういう場所ではだめなわけですよね。でも っっとこう文化的ななないいいのする場所を作っていかなきゃいけないで、えー、ウィーン国立歌劇場、えー、世界最大の、まあ、オペラハウスです大沢誠治さんが以前音楽監督をなさってましたこのウィーン国立歌劇場は、えー、規定でですね毎日違うオペラをやるというふうに決まっています。 毎日違うオペラやるって大変なことなのですあのもう巨大なセットをですね毎日組み替えていきますでもそれを前提にしたあの舞台機構になっています地下とかからもあの装置がせり上がってくるようになっています何でこうなっているかというとオペラというのはですね毎日同じ演目はできないんですあのソリスト歌手の喉を休ませなきゃいけないのでだから関西ではビアコホールでもですね 兵庫舞台芸術センターでも同じ演目を2回2ステージ以上やるときはですね34日空けてやりますただしその間劇場を閉めてしまったらウィーンには世界中から音楽好きの観光客が来るわけですよねで、えー、ウィーンでオペラ見るとでも翌日劇場が閉まってたらアメリカや中国や日本から来た音楽好きの観光客はせっかく オペラの本場ヨーロッパに来てるんだから翌日はローマやパリに行っちゃいますよねローマやパリでもいいオペラやってるからでもウィーンで毎日違うオペラが見られるんだったらばスーツケースも重いですからこれホテルに預けてで昼間はザルツブルグに行ってモーツァルトハウス見たりとかチロロの森まで足運んでサウンド・オブ・ミュージックの舞台見たりとかあるいは名変まで行って美術館見たりとかでも夜はウィーンに戻ってきてオペラを見ると。 でオペラ見るような富裕層ですから、まあ、オペラのチケットは2万円ぐらいですけれども、えー、いいホテルに泊まるいい食事をするお土産も買う最低でも5万円ぐらい落としますよね。するとウィン・オペラ座2000人の収容ですから直接消費だけで1億円年間250ステージあれば250億円そこにホテルやレストランの雇用が生まれ消費が生まれるわけです。 だとすれば税金で毎日違うオペラをやったとしても十分に市全体あるいはオーストリア全体としては採算が取れるということなんですね。今ヨーロッパは LCC ローコストキャリアの時代と言われています。えー、まあヨーロッパ行きないどこに行くにもたい100ユーロ1万数千で行けるようになりました時間も1時間半以内です。まあ、そうすると現実に 午前中パリでエッフェル塔に登って夜はウィーンでオペラを見るなんてことができるようになっちゃったんですねそこでヨーロッパの各都市はみんなどうすれば泊まってもらえるかを競うようになりましたで泊まってもらうためには夜の娯楽がないとダメですこれをナイトカルチャーナイトアミューズメントというふうに言いますで今までは 今までは男性しか旅行あの昔はですよ男性しか旅行しなかったからあの観光地のそばに歓楽会社を作った方がよかったんですけど今、家族で旅行するでしょ財布の暇は奥さんが握ってますよねですから家族で楽しめるもの、えー、子どもと一緒に楽しめるもの参加体験型であることそしてハイカルチャーでせっかくならばハイカルチャーハイスペックのもの本物でなければお客さんが引きつけられない時代になっています。 例えば先ほど私ハンブルグでオペラを作ったというお話をしましたねハンブルグご承知のようにドイツ最大の港湾都市ですというよりもドイツ唯一の港湾都市と言ってもいいかもしれません非常に潤っています 税収が上がりますからね中国への輸出全部ハンブルグ通して自動車でも何でも輸出しますから、えー、しかし、えー、ハンブルグは港湾都市ですからちょっとすすけたイメージの街なんですね、えー、で昔はですねそれでも商売に来た人たちが必要だから何泊か泊まっていったでも今情報化社会とそして交通網の発達によってハンブルグで仕事終わったらみんな帰っちゃうわけですよね、まあ、パリでも日帰りできますから。 用事終わったらすぐ帰っちゃうわけです。そこでハンブルグ市長はですね、えー、まあちょっと派手好きだってこともあってハンブルグ市長、最初はあのオリンピックに立候補しようとしたんですね。しかしこれはあっけなく住民投票で反対されました。で次にやったのがオペラハウスの建設です。で えそこにですねケント・長野さんというまあミュンヘンのえ音楽監督指揮者だった今まあヨーロッパで最も人気のある指揮者を呼んできましたでせっかくまあケント・長野さん日系アメリカ人日本語しゃべれない日系アメリカ人ですけれどもせっかくその日系アメリカ人のケント・長野にあの音楽監督になってもらったんだからってことでえ日本ゆかりの作品を作ろうってことで私に依頼が来たんです。 あのーヨーロッパの都市においてはオペラハウスを作るってことはオリンピックを誘致するのに匹敵するほどの非常に大きな都市の政策の一つになってきてるんですねしかもこれがあの観光客をの長期滞在を促していく街のイメージをよくしていくまあそういった相乗効果があるということです。今え関西では あのカジノの、まあ、誘致のことが、まあ、いろんな形で、えー、新聞を賑わしてますね。でこの是非は別にここでは問いませんいろんなご意見があると思います。で ただまあご承知のようにですねカジノだけで成功した街っていうのはないわけですよねもうアメリカではゴーストタウンになっているのがた,たくさんありますラスベガス1人勝ちですよねそれはラスベガスだけがもう70年代、80年代からスポーツとショービジネスのエンターテインメントの街に作り変えてきたからです賭博の街ではなくてエンターテインメントの街に作り変えてきたからです。 あるいはシンガポールの成功がよく言われますね、しかしシンガポール政府は、あれ火事の最後に作っています。えー、シンガポール ある一定年齢以上の方は思い出していただけると思うんですけれど70年代、80年代までは日本人がショッピングを楽しむ街でしたね自由貿易港で関税が安いのでヨーロッパまで行かなくてもブランド品を安くて手に入れることができたと,ところがシンガポールが経済発展していく過程でシンガポールドルがどんどん上がっていきますと宿泊費とかがかかってしまうのであのショッピングのメリットがあんまりなくなってしまったんですねでそこでシンガポール政府は観光政策を大きく転換します。 もうこれから日本人来ないないとそれよりもこれから周りで富を持つであろう家境中国系のビジネスマンに何度でも来てもらえるような街にしようとで例えばシンガポールオーケストラ東南アジア最高峰の技術を持っていますおそらく今も学大の7割8割をヨーロッパから呼んできていると思います、えー、しかし東南アジア最高峰の技術を持っていれば あとはいいプロデューサーがいればですねあじゃあ今回はチェロのヨーヨーマー呼びましょうとか今回はあの指揮者にあの大野和史さん呼びましょうとかって言ってプログラム曲目とその演奏者指揮者をこう組み替えていけばですね、えー、ジャカルタやバンコクやクアラルンプールの富裕層音楽好きの富裕層は何度でも来ますよねしかも家族で来るんですお父さんはカジノでバクチやっててもお母さんと子供はクラシックコンサート聴きに来るんです マーラインを何度も見たいという人はい人ないでしょうでも文化観光はリピーターがコンテンツさえ差し替えていけばリピーターが何度でも来るこれが文化観光の強みです。で、えー、私が学長を務める芸術文化観光専門職大学はこういうことが企画し運営し実践できるような人材を育成し,していこうという大学です。 芸術文化観光専門職大学も舌をかみそうな長い名前ですが、まあ、これ井戸知事がつけたんで私の責任ではないんですがこれ芸術とと文化と観光を勉強すする大学でではないんですね芸術文化観光の中でも特に芸術分野パフォーミングアーツの分野に特化した芸術文化観光という新しいでもこれからの日本にとってあるいは日本の観光業にとって最も必要な人材を育成する。 え、そういう大学です。芸術文化観光という新しいジャンルを切り開く大学です。まあ、そういうふうにご理解いただくといいかなと思います。 実はこれは豊岡市あるいは田島の観光課題にも直結しています、えー、豊岡はですね城崎、まあ、がエンジンなことは間違いありません大体、えー、いい豊岡市の中でですね観光業の GDP450 億円ぐらいと聞いています、えー、次のカバンが100億農業は4050億ですから、まあ、圧倒的に観光が主産業なんですけれども、まあ、その中でも城崎が6割から7割をまあ占めています外貨が稼げるのは城崎ですししかし、えー、豊岡田島には もっといろんな素晴らしい観光スポットがあるんですねしかし木の先に来る方は特に今のシーズンは えー、カニを食べててて温泉に入って帰っ帰しまいまいすせいぜい伊豆市のおそばあるいは朝竹田城をちょっとバスで寄ってでも竹田城ちょっとかわいそうですよね朝ごしにお金落ちないんですほとんどもうあのただ来てあの何もしないで帰ってあの通り過ぎるだけですから伊豆市もおそばを食べるだけでこういうもっと回遊性を持たせればですね、えー、もっともっと田島にお金が落ちるわけです。 城崎自体も一泊二食二万円の旅館モデルには限界を感じています、えー、今ですねあの夜の食事を出さない旅館も増えてきてるんですねこれ一番の原因は実は中井さんの高齢化ですで先ほどお見せしたように城崎温泉木造3階建ての建物なのであの3階までお膳運べなくなっちゃったんですねあのお年寄りの中井さんがであの食事は1階で集中方式で食べるかもうなしにすると。 でもこれが実は良かったんですそのことによって今城崎にはおしゃれなイタリアンやフレンチのレストランがどんどん出店しています要するにこれこんなにうまく働き方改革が全体の経済の構造改革につながったりってあんまりないと思うんですけど城崎は今こういうものにもあの、えー、先陣を切っています、えー、非常にホットなトピックで言うと今回の,あのロシアのウクライナ侵攻を大変 あの人道的にも大きな問題だと思いますが一方でこれ本当に下世話の話申し訳ないんですけれども城崎の,の経営者たちはカニを心配しています。 あのカニの半分はロシアから来ている冷凍ものなのであの来年以降入ってこないんじゃないかというふうふに心配をしています、えーまあ、実際にそれがなくてもですねロシアの問題がなくてもカニはあの海洋資源なんでいずれ枯渇するだろうと取りすぎてはあの持続可能にならないだろうということも自覚をしていますでここからそのカ,ニだカニ頼みのあの,木の先モデルからまあ脱却していきたいと。 最終的に狙うのは海外からの富裕層の長期滞在なんだと思うんですでこの方たちというのは家族で来て一部屋20万30万出しても痛くもかゆくもない層というのがたくさんいるわけですよねでしかしこの長期滞在をしてもらうためには昼のスポーツと夜のアートが必須なわけです10日間2週間週いててもらって でのんびりするんだけれどもちょっと退屈になってきたら竹野のマリンスポーツやろうかと缶、えー、鍋で熱気球飛ばそうかとあるいは夜はちょっとお芝居見に行こうかと、えー、音楽聴きに行こうかとそういう、えー、昼のスポーツと夜のアートを含めた田島が。 国国際際観光都市国際リゾートに脱皮できる、えー、私はそういうポテンシャルを十分田島は持ってると思いますしそのポテンシャルを最大限に引き出すのがこの芸術文化観光専門職大学だというふうに思っています。であのちょっとここまで話して何でこの人劇作家なのにこんなことペラペラ喋ってるんだろうと思われるかもしれませんが私も時々あれ自分の本業何だったかなと思うんですがあの実は私2009年の えー、国交省の 成長戦略会議の観光部会の座長をしておりまして、この時の成長戦略会議というのはあのジャルのあの再生それから羽田のまああの国際化などに取り組んだところなんですけれども、その座長をやっててですね、まあそういうものの座長になるとですね、まあその観光庁のあのあの官僚の方からですね、まあ日やこうブリーフィングを受けるわけですね。それでですね、あのおそらく日本で一番観光に詳しい劇作家になります まあ、まさかそれがですね10年後にこんなあの大学の学長になって生きるとは思ってなかったんですけれども、あのー、しかし一方でですねあの諸外国では観光とアートというのは非常に親和性が高くてですね例えばイギリスというのはまあ演劇大国で演劇学部のある大学たくさんあるんですが、あのー、卒業してもそんなにやっぱり職はないんですね。とどこに就職するかっていうとですねあの消防と豪華客船に あの入るんですであのショーとかをやってあのミュージカルとか短いものありますよね合格戦だとそういうのをやってあと空いてる時間はこうサーブですね9時とかに回ってでこれ2ヶ月ぐらいの公開だと遠洋公開と一緒なんであの食事全部つきますから結構なお金が貯まるんですよねお金使い道ないから。でそこでお金貯めてロンドン戻ってきてオーディションを受けまくるみたいな結構普通のことなんですよ。 あるいは韓国韓国は今国交私立合わせて映画演劇学部のある大学115あります人口比でいうと日本の20倍ありますこれが韓国の映画産業や韓流スターを支えていますだから韓国の俳優さんたちはみんな教養もあるしそれから「あの反木」っていうあの服ですねあの伝統。 服とか着付けとかですねそれから盾も習いますなので韓流スターは現代劇も時代劇も両方出られるんですでこれ勝てるわけないですよこれ国策でやってます特に韓国はの通貨危機以降ですねこのエンターテインメント産業を輸出産業として国策で育ててきました。 日本は民間の力がもともと強かったので東方松竹式といった民間の力が非常に強かったのでこれを全くまあ怠けてきたわけですねであのこんなに大きな差がついてしまったということですであのただその韓国もやはり、まあ、ご承知のように韓国は大学出たからといって就職できるわけではありませんので、えー、なかなか大変なんですねこれエンターテインメントの、えー、業界もそうですただ韓国はですね例えば行かれた方あのなんたなんたっていうのをあのご覧にな とかっ多いと思うんですけどあのこの料理の,あの調理場を舞台にしたあのミュージカルですね、あのー、でそものすごい今10ぐらいなんたの専用劇場ってのがあるんですねでそういうところで、まあ、3番体制ぐらいでぐるぐる回してますから宝塚などにでそういうところで稼いでですねで自分の好きな芝居をやると。 まあそれぞれですね、その観光施設とあのアートっていうのはこつながってるんですけど、日本だけがこのサイクルがないので、まあこういったものを作っていきたいということなわけです。さて、えー、ちょっと豊岡の話に戻ります。えー、豊岡のもう一つの大きな特徴はですね。えー 一市五町が合併したためにさまざまな文化施設がちょっと過剰にあるんですねこれは市町村合併したどの自治体も抱えている問題ですでそこで豊岡市の場合にはこのさまざまな施設を機能分化していこうというふうに考えました劇場というのは皆さんにとっては演劇を見るところ音楽を聴きに行くところかもしれませんがこれが鑑賞事業ですねしかしそれ以外に、えー、劇場というのは交流施設 ワークショップをやったりいろんな教養講座を受けたりするようなところそれから作品を作るのも劇場の仕事なんですねでこういうものを全部合わせて劇場、えー、と言えるんですけど、まあ、これ僕はよく病院に例えます、えー、一般市民にとっては病院というのは病気や怪我を治してくれるとこですけれども実際には健康診断とか健康相談あるいは今回のパンデミックがあったりするとそこにも責任を持たなきゃいけないさらには創薬 薬の開発とか治療法の開発なんかも大学病院はしていかなきゃいけないこういった機能全部持って総合病院とか大学病院ですよね劇場も同じなんですでこれ本来は一つの劇場でやるものなんですけれども豊岡の場合は劇場が余ってますのでこれを機能分化していって、えー、きちんとしたまあ税金の使い道をしていこうというふうに考えました。えー 楽館あの愛之助さんが毎年秋にあの芝居をやってくださる、まあ、非常に素晴らしい歌舞伎小屋も持っていますこれが駅前の市民プラザですねこれはワークショップとかをよくやりますで城崎、えー、に城崎国際アートセンターがあって豊岡に市民プラザと市民会館があって伊豆市に永楽館があるんですけど、えー、人口が2番目には日高町に、えー、旧日高町に何もなかったんですねそこでこの荏原の駅前にですね、まあ、あの昔日高町の町役場だった建物が残ってたもんですここは まあ商工会議所が入ってたんですがこれもあの移転するということになっていたのでここはあの私が。 個人で買い取りましてで劇場にいたしましたこれが芽原藩劇場と140人の小劇場ですけれどもここにうちの劇団のフランチャイズを移しましたまあん、えー、でですかって聞かれるんですけど、まあ、うちの劇団は国内外で広く活動してますので演劇というのは別に生産地と消費地が近くにある必要はない商売なんですね鮮度が落ちるとかってことないですから要するに工場移転ですというふうに説明をしてるんですけどまあ あのはいえー、と劇団員の大半はまだ東京に住んでいますで近くに宿泊施設も持っているので稽古のある時だけ来てもらってここで作って、まあ、国内を順延する、まあ、コロナが明ければ海外まで順、まあ、演するということですでこれもできましたのでじゃあ演劇祭もやろうということになりました、えー、昨年は コロナで結局中止になってしまったんですけれど、2019年が第0回、2020年が第1回ということでまあ開催をいたしました。えー、演劇祭一番有名なのはこのアビニオンですね。えー、ここがカンヌです。映画祭で有名なカンヌ。ここがモナコ、ニース。えー、こっち側がアルプスですね。 えアビニオ演劇祭というのは正式招待演目はまあ20か30ぐらいなんですけれども世界中から大道芸とかダンスとかいろんなパフォーマーが集まってきて1ヶ月にいぐらいの演目が行われます、まあ、どうなってるかというと要するにもう街中のですのガレージとか教会とか納屋とか小学校の体育館とか全部劇場にその1か月間なるわけです。でそこに えー、観客が来てですね今時ですからあの気に入るとこうブログとかツイッターとかに書くわけですよねでだんだん評判が出てくるそうするとまあ評論家が見に来るで評論家見に来て気に入るとまあ記事に、えー、新聞記事になりますこれ私の「ソウル市民」という作品が正式招待された時ですけれども、えー、このソウル市民は初日の翌日「えー、ル・モンド」の一面に載りました。えー <laughs> イスラエルのガザ地区侵攻の記事のすぐ下ぐらいに載ったんであのなんか悪いことしたかなと思ったぐらいですけれどもですからそのぐらい社会的な影響力があるということです文化面だけではなくて、まあ、一面、えー、アビニオンで話題作が出ると、まあ、一面のトップにまあ乗るぐらいにアビニオン演劇祭というのはあの社会的な影響力があるということなんですね。で えー、世界中からプロデューサーも集まってきます。で、えー、評判のいい作品を見に行くわけですね。で、気に入られると翌日も周あの。 通りりのカフェとかで商談が始まりますでヨーロッパに500ぐらいあると言われている小さな演劇祭フェスティバルアートフェスティバルに呼ばれていきますそういうちょっと見本市的な役割も果たしてるんですねでこういう自由参加のことをフリンジというふうに言いますでこのフリンジ型見、えー、本市型の演劇祭アジア各国が狙ってるんですがまだどこも成功していませんでこのアジア初の本格的なフリンジ型国際演劇祭を目指すというのが豊岡演劇祭の狙いです 成功の要件は3つです一つは、えー、正式招待演目ができるような劇場がいくつかあることこれはさっき言ったように一市五町が合併したためにもう施設はあるわけですね歌舞伎小屋まで持ってるもう一つは宿泊施設がたくさんあることです、えー木のえー、豊岡の場合には城崎温泉だけではなく神鍋高原これ冬はスキーですけど、えー、夏はスポーツ合宿のメッカですねだから3,000円4,000円で雑魚寝ができる民宿から 木の先温泉の5万円10万円の VIP が泊まる宿まで人口8万人の町にあらゆる階層の宿泊施設があったということですこれ誰も気が付いてなかった気が付いてなかったっていうか一市五鳥が合併したためにたまたまそうなっちゃっただけなのでそしてこの気が付いていた人も何に使っていいかわからなかったでもこれアートフェスティバルに最も有利な条件だったわけですよね世界中からアーティストを呼び込める もう一つの成功の条件はネットワークですこれは城崎国際アートセンターが培ってきたネットワークや私の個人的なネットワークがありますので、まあ、コロナさえ開ければですね世界中からアーティストが来てくれるともう成功の条件は揃っています、えー、さらに専門職大学ができました、えー、専門職大学先ほどご紹介したようにクォーター制で9月に演劇祭がありますので 1>, 1年生はインターンとして全員がこの演劇祭に参加します、80人、さらに2年生以降は希望するとがっつりこの企画段階からこの演劇祭に関わることができます、半分の学生がこの授業を取ったとしても、150人の相当優秀な学生ボランティアが最初から用意されている、まあ、非常に条件有利な演劇祭になるということです。ここれれれををできればでききば優勝ボランティアにししててて地域通貨でまあ払っていきたいた KDDI と連動して、えー、まあリスト バンドとか携帯でで、あのー、地域通貨で払っていくそう、まあ、するとこれ行政もお金が出しやすいわけですよね、あのー、地域でしかお金使,うま、あのー、使いませんからで,できればお客様もこういったもので決済ができるようにしたい。 で次にはですねこういう決済が進んでいくと消費の動向と移動の動線がビッグデータとして得られますそのビッグデータを今度トヨタモビリティ基金さんが使って最適なモビリティをまあ開発していただくとでこんなことをですね一つの自治体が本格的に実験でやろうとしたらですね大きなコストとリスクがかかりますが2週間3週間の限定した期間で個人情報も管理しやすい中でやると相当面白い 面白いことができるんじゃないかということで、まあ、トヨタさんは最初からこの小型自動車の提供など、まあ、がっつりとスポンサーに入っていただいています目指すのは人間の顔をしたスマートシティです、えー、便利になったから幸せになるわけではないんですよね というよりも地方は便利になって疲弊してしまいました何のために便利にするのかっていうことが大事なわけですね私たちの理屈は簡単ですアートのために便利にするんですこの理念が非常に受けて JAL さんトヨタさん KDDI さんといった日本のトップ企業が非常に支援をしてくださっているということです空き店舗の活用これも空き店舗をですねアートスペースなんかに利用して活性化してさらに実際の高級的な空き店舗の活用につなげ ていいここうというととです5年でアジア最大10年で世界有数の国際演劇者を目指すということで数値目標も出していますがもうこれ実際にですねこれ、えー、っと去年できなかったんですが、まあ、実際にあの2020年ですねこれ当初の目標だったんですけど、あのー、これコロナで、えー、っと客席数半分にしたんですがそれでも延べ5,000人来て。 5, 泊ししていきました、えー、そのうちの6割ぐらいが神鍋だったので神鍋高原の9月の、えー、普通の宿泊者数を十数パーセント押し上げたしかもコロナ禍でしたから、まあ、非常に感謝されましたお金がどん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 、まあ、地域に落ちていくということです文化観光の一つの強みは季節を選ばないということです9月に演劇祭をやる理由は一つです9月が豊岡田島の観光のボトムだからです で、えー、豊岡・田島の観光というのは冬のカニとスキー夏の海水浴せいぜいあとはゴールデンウィーク桜の季節に限られますでもあ,あとまあ夏休みですねでも文化観光というのは時期を選ばないのでこの9月に演劇祭をやればそれから今度5月6月にあの音楽祭も企画してるんですけどそういうものをやっていくとですねこのボトムを埋めていくことができるわけです。 そうすると通年集客が実現します通年集客さえ実現すれば通年雇用が可能になります非正規雇用ではなくて正社員で雇用できます正社員で雇用できるようになれば観光業に有能な人材が集まってきますこれが私たち芸術文化専門職大学と、えー、木の崎豊岡の観光業界が考えている長期戦略です 安定していい人材を育てそして雇用していくサイクルを作ろうということですそのために文化観光というのを戦略的に使っていくということですね、えー、先ほどご紹介したように豊岡田島にはさまざまなあの文化施設あるいは野外公演がおこ行えるような場所もあります、えー 先ほど言ったフリンジはですね、こう、海岸とかですね、スキー場とか、それから農村歌舞伎の小屋とかですね、そういったところも使って、あの、上演を行います。 もう一つの楽しみはですね、えー、とこのフェスティバルセンターというのがありまして、まあ、そこにですねこのフェスティバルカフェというのを作るんですね昼はいろんなお芝居見て回るんだけれども夕方から夜になってくるとみんな集まってきてお酒を飲みながら知らない人同士が演劇ファン世界中の演劇ファンがですね今日見たお芝居について語り合って情報交換して翌日はまた別のお芝居を見に行くとでこういうところでもですね田島の物産とかをこう売ったりとかですね大道芸が見られたり します、えー。こちらが。プロヴァンスです。こちらが田島、田島です。そっくりですね。はい。 ここここらにに湿地があるととままでで一緒ですすれ両方ともラムサール条約に加盟しています、えー、竹野から浜坂までのこの日本海の海岸線が日本のコートダジュールになります城崎、えー、温泉が日本のカンヌになります私が住んでいる茨が日本のアビニオンになります神鍋高原が日本のアルプスになります、えー、早めに土地をお買いになった方がいいかと思います、えー、実際にご承知かと思いますが城崎温泉はコロナ以前3年続けて工事価格上がり アートが工事価格を上げる路線価を上げるという例は他にもあるんですね例えば、えー、金沢と新潟だとほぼどあの金沢の方があの市としての,あの大きさは低いんですけれども金沢二十世紀美術館を中心にして土地の値段が上がっているあるいは世田谷美術館の近くで土地の値段が上がったというのは事例があります。まあ、皆様ののマンンションの、ね、広告なんかで何とかかででとと美術館徒歩何分とか書いてあるでしょ ああいうことが実は土地の値段を上げる大きな要素になるんです。公園や、えー、図書館と同じようにそういった文化施設っていうのは土地の値段を上げる要因になってるんですがこういった地方でそういう例があるというのはおそらく城崎だけかと思います。夢物語を言っているわけではありません。えー、世界最大の演劇祭を持っているアビニュンは人口9万人です、えー。世界最大の映画祭を持っているカンヌが人口7万人です。トヨが8万人ですから。 決して夢物語ではないというよりもアートフェス成功するアートフェスティバルというのはこの人口規模じゃないとダメなんです東京や大阪京都でさえも映画祭や演劇祭をやったからといって例えば東京国際映画祭をやったからといって東京が映画一色になるわけじゃないでしょう要するに大きな都市ではその都市の大きさに紛れてしまうんですね でもこの規模の、えー、人口規模の都市ですとアートフェスティバルをやればその期間映画一色音楽一色演劇一色になるんですそして世界中から人が集まってくる大学も同じです演劇祭も同じですオンリーワンのものを作れば世界中から人を呼び込める、まあ、そういった成功事例を今豊岡で作ろうとしていますで まあここまで話してですね、本当になるかなと思われてるかもしれませんが、ご承知のように、豊岡、今私が暮らす旧日高町は、上村直美さんの出身地です。上村直美冒険館というすらしい施設も持っています。冒険とアートはちょっと似たところがあってですね、やってみせないと世間の人には分からないというところがあります。新新しししければ新しいほどもしも 何かこう企画書を書いてあこれ素晴らしいねぜひやろうとみんなが賛同してくれるようなアートがあったとしたらそのアートはそんなに価値のないものですみんながやる前から分かるんだったらばそのアートは価値がないものです冒険もそうですね上村直美という冒険家はこの冒険のセンスが素晴らしかった本当にそれができるのか本当にそれが意味のがあることなのかしかしやってみせた瞬間に世界の誰もが納得する。 これが価値のあるセンスのいい冒険でありアートです私にとっては演劇祭の成功も芸術文化観光専門職大学の成功も私の作品だと思っています、えー、まだこれは形になる手前です今が途上ですぜひですねあの皆さんに今後もご注目をいただければと思います 少しだけ、なんでこんなことをやっているのかってことをお話し、最後にまとめの話をしたいと思います。あのー、まあ、私、こういった講演会よく呼ばれる。今日は、あの、たまたま、あの、午前、午後、夜と3回講演会あるんですけど、あの、最近地方の、あの、行政に呼ばれると、ね、よく人口減少対策についてちょっと喋ってくださいってことがよくあるんですね。あの、全体のはどうでもいいから、ちょっとだけ触れてくださいみたいな。あの、地方創生の予算で呼んでるんで、ちょっと触れないとまずいんですみたいな。 で劇作家に人口減少について聞くようになったらこの国もいよいよ危ないと思っているんですけが全く関係ないですからただあの劇作家というのはあの目の前のお客さんをこう楽しませなきゃいけないのはこう脅迫観念があるのでまあちょっと考えたわけですねで一番考えたのはこれですあのスキー人口の減少ですまあこれは田島にとっても非常に深刻な問題なんですけれどもまあどのぐらい減ったかというと平成の最初の20年間でこれだけ減りましたえ半減え以下ですね3分の1ぐらいの。増えたんで,それで も半減ですよねいいろんな理由が言われていま,すまあ、えー、例えば趣味の多様化、まあ、93年なんていうと、まあ、インターネットどころかああスマホどころかですねインターネットもない時代ですから、まあ、今いろいろ楽しいことがあると、まあ、それから結構深刻なのはあの若者たちの過処分所得の所分得減少です今東京や大阪の大学生車持ってませんのでね気軽にスキーとか行けなくなってしまう。 から一説によると若いやつらあの <laughs> 根性なくなって寒いところ行かなくなったとっいう説もあるんですけど、まあ、これ海水浴もテニスもみんな減ってるんでどうもそれだけではないと一番の原因はもちろん若者人口そのものの減少ですじゃあどのくらい減ったかと,いうと1000万人減ってるんでこれ,もこれもびっくりする数字ですけれどもまあ、そうは言ってもこれ2割減です、こっちは半減以下です。 どんな観光学者もどんな社会学者もどんな統計学者も若者人口が減ったからスキー人口が減ったと言います、えー、これ事実なんだと思います統計上の事実なんだと思いますでも劇作家というのはちょっとひねくれたものの見方をするのが仕事なんでそうじゃないんじゃないかと言ってきました若者人口が減ったからスキー人口が減ったんじゃないんじゃないかと若、えー、スキー人口が減ったから若者人口が減ったんじゃないかと あのスキーはですね私たち80年代までに大学生生活を送った人間にとって20代男子が女性を一泊旅行に誘える最も合法的な手段でしたこれなくなったらそれは少子化になるでしょう別にこれ性的なことを言ってるわけじゃないですよそうじゃなくて出会いの場がなくなっちゃったってことですテニスも海水浴もみんな減ってるんですそれだけではないですね街づくりの視点で言うと、えー、街の中にジャズ喫茶とかライブハウスとか 雰囲気のある風呂帆屋さんとか画廊とか写真館とかみんななくしていってで行政が慣れない婚活パーティーしてるっていうのが現状でしょ要するにデートの場所がないんですよ出会いの場所がないんですよ地方には。それは少子化になるでしょう。 えー、霞が関が考える少子化対策はこれです。ライフワークバランスです。まあ、一番典型的なのは待機児童の解消ですよね。でもこれはどん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 今解消してるんですよね。今も待機児童を抱えている時代多分200ぐらいです。残りの15 1500の自治体は子どもが欲しくて欲しくてたまらない自治体です。田島の、えー、最大の課題は非婚か晩婚かです。なぜなぜら 結婚した世帯の出産率あまり変わってないか上がってるぐらいだからです豊岡市で言えばこの10年間ずっと上昇を続けています結婚,結婚した世帯の出産率は上がっています念のため申し上げておきますが恋愛も結婚も出産も子育ても全く個人の自由です内面の問題ですそんなこと劇作家に聞くなよっていうのは私たちはその内面の自由を扱ってきたからです ただし、これほど少子化が進むと社会全体が壊れてしまうので行政としては何かの手を打たなきゃいけないでも、これ内面の問題だから打てる手は限られてるんですよねでも、皆さんあのプレスの方ですからご承知かと思いますがす子育て支援やっても残念ながら少子化対策にはならないんですよねあの子育て支援は大事なんです特に女性の社会進出のためには絶対に必要です。 だけれども子育て支援をしたからといって子供が生まれてくるわけではない例えば分かりやすい例は地方自治体が行っている出産奨励金です今30万、50万ある100万出す自治体もありますでも100万もらえるから子供を産むっていう世帯いないですよね、あのー、じゃあこれ1000万にしたらどうか1000万にしたらそれを産む人いるかもしれないけど多分深刻な幼児虐待があの児童虐待が生まれますよだってお金のために産んじゃうんだもん。 お金じゃ解決しないのは分かりきってますよねそういう問題ではないわけですで統計上から言えばですよ内面の問題一旦置いといて統計上から言えば結婚してくれれさええすすば子供は増えますあるいはフランスのように結婚しなくても安心して子供が産んで育てられる社会に作り変えていくかですで後者はちょっと時間がかかりますよねそうすると統計上だけから言えば結婚してもらうしかない。 でも地方では非婚化晩婚化が進んでいる地方に住む若い女性たちはもう口を揃えて出会いの場が少ないというふうに言いますそれから田馬のように高校が3校4校しかないともうそこで偏差値で輪切りにされて人生決まったようになってしまうかコミュニケーション不足これは特に男子ですよね男女交際さえできない、まあ、こういったものが実は地方の課題になってます、えー、それからまあ私はあ、えー、大学の教員23年やってて自分のゼミの学生で ふるさとは田舎は仕事がないから帰らないという学生会ったことがないんですね現実には皆さん雇用雇用って言うんですけどあのもう雇用は今あの地方の方があるんですよね若年層の人口が減っちゃったからもう人手不足なんです常に選ばなければ仕事はあるでも帰ってこないで学生たちは口を揃えて田舎はつまらないと言います東京大阪で こんんなな刺激的な生活をしてしてまままったらもううふるさととにには帰れませんというふうに言い言すだから僕はよく首長さんたちにはですねじゃあ面白い街作れりいいじゃないですかとあるいは出会いのある街を作るべきなんじゃないかとそしてもう一つ大事なのはこの戻ってきたくなる街を作るということですでこの戻ってきたくなる街を作るというのは決して単なるスローガンではありません要するに日本の地方創生政策というのはいまだに 高卒男子をつななぎ止めておく政策なんですねこれは昭和の政策です工場を誘致公共事業を誘致し工場を誘致すれば高卒男子がそのままとどまってくれる出稼ぎ集団就職をなくす政策でしたで実はこれすごく成功したんですよね自民党長期政権が行った最も成功した政策の一つだったと思いますで地方は豊かになりました出稼ぎ集団就職必要なくなりました でもその間にこれがあまりに成功したために平成の30年間そこで思考が止まってしまったその間に専門学校も含めた高等教育の進学率が急上昇していきます何より地方自治体が見誤ったのあるいは見てみないふりをしていたのは90年代以降の女性の4年生大学への進学率の急上昇です。要するに 地元に工場を作れば高卒男子が東京大阪に出ていかないで地元で就職してくれるから女子はせいぜい行って短大で残って地元の信用金庫にでも就職して45年したらことぶき大社で結婚して子供を産んでくれるだろう濁り立つような昭和の男性目線の政策ですよねこれがいまだに残っているこれを変えていかなきゃいけないしかしこの変えるのはとても難しいことだと思います18歳の高校生に 地元に食があるから残ったら、お父さんお母さんもいるんだから地元に残ったら、という問いかけと、田島の高校生たち、田島の若者出身の若者たちに、神戸、京都、大阪、あるいは東京での最低でも4年間の楽しく刺激的な生活を送った、 若者たちに22歳の若者たちにそれでも田島に戻ってきてくれますかという問いかけは問いかけの質が全く違うと思うんです故郷だから残ってくれという時代ではないんです若者たちが自治体を選ぶようになった時代なんです特に女性に選ばれない自治体はもう滅びますで、さっき雇用は重要ではないと言いましたけどもう一つあるんですよね 地方はやっぱり女性がつきたい職業がまだ少ないんですよ。これを作っていかなきゃいけない。えー、コロナ以前でも東京の子育て世帯4割が地方以上を考えているというアンケートがありました。今おそらく6割、7割になっているでしょう。でも引っ越してこないですよね。私たちは来る理由ばっかり考えてきたと思うんですけど、来ない理由を潰していかなきゃいけなかったんだと思うんです。で来ない理由は 自分に合った仕事がないそして教育と医療と文化ですまあ、医療は相当もう良くなってきてるんですよねそれとさっき言ったように東京と同じだけの教育水準があるかどうか例えばですね今あの兵庫県はパソナさんが淡路島に移転するところで大変まあ話題になってますこれ素晴らしいことだと思いますが兵庫県の教育界では えー、あのパソナの方たち最終的に明石に住んじゃうんじゃないかなと噂されていますなぜなら今は若い子育て世帯が多いんですけど保育園は作ってるんですねパソナねでも兵庫県あじゃあ明、あのー、兵庫県は中高一貫の公立校がない県なのであのほとんど明石国際しかないんで淡路島はもちろんないんですよねと当然東京育ちの意識層の,あの保護者たちは 中高一貫行かせたがりますよねそうすると赤石に住めば那田はもちろんのこと要する大阪あるいは姫路の中高一貫校通学できますよね親は車で赤石海峡橋通って20分で本社に行けるんです、ね、要するに工場誘致してもこんなに交通の便が良くなっちゃったら家族は教育目的で住む自治体を決める時代になっちゃってるんです だから工場だけ誘致してもだめってことなんですだから教育政策きちんとしていかなきゃいけないあるいは広い意味での文化、えー、例えばですね「愛たん」U「U ターン」者が下見に来るときにもちろん仕事先とかショッピングとか見るんですけど教育学校とか見るんですけど意外に見るのは図書館なんですよねあの子育て世帯にとって図書館の絵本が充実しているかどうか非常に大きな要素です、えー、あるいはですねスポーツスイミングクラブがあるかどうか ここんんななと自治体考えてもいなかったんですよねでもスイミングは英語やピアノ以上にま習い事ナンバーワンですからこういうのがちゃんとないとやっぱり移住してこないんですよね。この民間に任せ っててしまってはダメなわけですねそこ食文化、えー、保育園で子供を預けた後にパパともママともがちょっと食べれるようなおしゃれなカフェがあるかどうかできればあスイーツとかイタリアンのレストランこういうものを総合してやはり U ターン J ターンを呼び込んでいくような時代になってきた若者たちが自治体を選ぶ逆に言えば選ばれる自治体になっていくその時にですね文化というのは非常に大きな要素になっていくんではないかということです。えー、ちょっと掛け合 になりましたけれども、えー、私まああの名著ともにまあ関西に移住しましてあのー。 関西圏のですね文化とそしてまあ観光の発展にできる限り寄与したいと思っておりますのでぜひあのプレスの関係の皆様もですねご協力をいただければ幸いです。えー、質疑の時間も取るように言われていますので、まあ、このぐらいで私の話を終わりにしたいと思います。どうううもあさんありりががととごござざいいままししたたさん えっと、これあの、えー、多少ないわけありますけど、ありがとうございました。充実したお話ありがとうございました。あの、これから質疑応答の時間に移らせていただきたいと思います。あの、ご質問のある方はですね、お手を挙げられて、前方にマイクございますので、そこに出られてですね、えー、お名前、ご所属をおっしゃった上で、ご発言をよろしくお願いいたします。いかがでございましょうか。はい。その後ろの方。 こんにちは。あの、今日はありがとうございました。あの、朝日新聞の増井正則と申します。あの、先日、首長選があって、新市長が変わってということでね、でそれでまあ、ちょっと文化施策についての、まあ、市長の発言等々もニュースにはなっておりました。まあ、あのー、豊岡に限らず、あのー、文化施策を行政と一緒に進めていく際に、やっぱりその、まあ、あのー、静岡の鈴木さんとかもそうですけれども、やっぱりこう、首長が変わるっていうことの、なんか揺れ動きみたいなものはどうしても伴う、 てくるとは思いますが、その辺の中こう対処の方法というか乗り越え方みたいなことをちょっとお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。あの、はい、ありがとうございます。あの大変皆さんからご心配をいただきまして、<laughs> 先日たまたまあの帯広に仕事に行って帰りの飛行機であのモタに幸助さんとあの、はい、えたまたま一緒になりました。あの東京で家が本当にあの 20秒のところにあの住んでたもんですから大変仲がいいんですけどた谷さんから「ひ田さんあの大丈夫ですか?」って聞かれてまああのほんに、えー、いろんなところでいろんなご心配頂い,いてるんですけれどもまああの大学は県立の大学でございますのであの市長が変わったからといって,言って,てもうあの揺るぎないところですそれから演劇祭はあの、まあ、市長は公約として見直しってことを言ってたんですけれどももともとあのえー 市の本体予算を全く使ってなくってあの演劇を主目的とした、えー、演劇以外に使えないふるさと納税を原資にしてそこに内閣府の、えーとえー、地方創生の予算をつけているので,で、まあ、7,000万とか8,000万の予算にしていてでそのうちの7割ぐらいが豊岡市に落ちるわけですね今日ご紹介したように。 なので要するに中貝前市長は演劇が儲かるってことに気が付いたからやってたわけです。 私はそれれのツールだったわけですねでこれやらないってなっちゃうとただ豊岡が丸損になってしまうので僕はあの市長選の最中はもうすでに学長でしたので、まあ、あの国公立の大学の教員っていうのは特定の候補を応援するような発言はしてはいけないということの通達が出ます私は通達を出す側の学長ですからあの一切話せなかったんですけどで、まあ、今の現市長はそれ知ってて言ってるんだと思ったんですねあの市議会の議長までなさった 方ですからとかまあなってまあ1週間ぐらいいろんな方からまあ市役所のね職員からブリーフィング受けてどうもやっぱり分かってなかったらしいんですねそのことが。でまあそれをご理解いただいてまああの新聞報道にもありますようにまあ演劇祭もそのまま継続するとコミュニケーション教育もそのまま継続すると、えー、いうことだったのでまあ基本的にはですね政策の変更は一切演劇についてはありません。まあ <laughs> 支持者の方からするとじゃあ何のためになったんだと思われるのかもしれませんがあのそういうことはありません。えー、で、もう一つの問題はやっぱり広い意味で言うと、えー、今回、選挙の期間中に後で市長は訂正撤回なさりましたが、えー、平田織座が来たことによって市の文化団体の補助金が削られているというフェイクニュースを流されました。 えー、そういう事実はありませんし市長もこれは市議会の冒頭で撤回しました、えー、でこれあのご承知のように、えー、ヨーロッパの極右政党というのは移民が入ってくることによって自分たちの職が奪われたというフェイクある種のフェイクを流すことによって支持基盤を拡大してきましたよねそれのまあ,あ ある種のこう変異形がトランプ現象だったわけですけれども日本はそういうことはまだ起こらない国なんですけれども現実に地方創生が成功の兆しを見せて先日も神戸新聞さんに大きく記事が出ましたけれども、えー、地域おこし協力隊等で演劇関係のものがどんどん移住してくるとうちの劇団員も大体劇団員で10名家族を入れると三十数名が移住をしました。そうなってきた時に そういったフェイクニュースが流されて、えー、改革の目が積まれてしまうということがおそらく日本で初めて起こった地方選挙なんだと思うんです。であるとすればというかそ,その見方からすればこれは非常にその日本の地方自治の歴史の中で、まあ、大きな選挙だったかなと思いますし、えー、またあのなんとか歴史の検証に えー、任せる部分も大きいいかなと思っていますただまさか私がその当事者になると思ってなかったのであのこれ外側から見たら非常にあの学問的に見ても非常にあの、えー、いろんな要素を含んだ研究材料かと思いますがあのそういった選挙だったというふうに私は捉えていますただしもう一点あります。 えー、先ほど来、私、韓国ああの付き合いが長いので、えー、いくつか例に挙げてきましたけれども韓国の文化政策あるいは経済政策等もですけれども非常に、あのー、なんていうかスピードが速いですよね変化が速いです、これはもうはっきりと政権交代があるからです例えば、韓国は、えー、イ・ミョンバク・パク・クネの時代には、えー、すぐにお金になるような映画産業とか k p o p の進行をしてきました。 今のムン・ジェインになってからはどちらかというと前衛的な先進的な芸術にシフトをして文化政策を行っています。でこのの文化政政策というのは政権交代があると 相手方の過去の政権の否定から入って別のジャンルを応援するというのはダイナミズムが起こりますからそれでだんだんと進歩していくっていうことがありますただし文化政策とか教育政策というのは政権交代によって一貫性がなくなると困るので日本で言えば教育委員会というのを作って政権交代に大きな影響が受けないようにできてますよねでヨーロッパの場合には例えばイギリスにはアーツカウンシルというのがあってこのアーツカウンシルによって まあイギリスは特に政権交代が激しい国なので一貫した文化政策ができるようになっていますその政権交代のバランスとその文化政策の一貫性というものは非常に大きな課題なので、まあ、そういったことは今後考えていかなくてはならないかと思います、えー、ちなみにブリティッシュアーツカンシル初代の理事長、まあ、これあの実際にはあの、えー、と発足前に亡くなられたんですけど初代に理事長になる予定だったのは経済学者のケインズです ケインズは、ご承知のように脱植民地の政策でしたねで。要するにケインズは何を考えたかというとこれからはもうこの国は大英帝国ではないとこの小さな島国にさまざまな人種さまざまな民族がひしめき合って生きていかなきゃいけない現実に旧植民地から多くの支配層が戻ってくるあるいは難民のように入ってくる。 イギリスの地方都市がどんどん多国籍化していきますその時に多文化を理解するためには芸術家どうしても必要であるということでブリティッシュアーツカウンシルは作られましたおそらくまあ日本にもですね今後多文化共生型の社会になっていく時にですねこの芸術文化振興というのは欠かせない要素になっていくかと思いますので、えー、この まあ、ある種の政権,議事政権交代を糧にしてです、ねえー、さらにいっそう豊岡の文化政策に寄与していければというふうに、まあ、私自身はあの思っています大体そんな答えでよろしいでしょうかはい、はい、ありがとうございましたはいえっ、ー、と私あの神戸にあります人と防災未来センターのセンター長 しておりますけれども、まあ、今年創立20年を迎えてですね、まあ、あの防災のミュージアムとしては、まあ、世界のハブ機構を持っているということで、これからどういうふうに展開するかというのをずっと考えているんですが、やはりですね、この災害文化といいますか、これを充実させなければいけないと思っているんですね。というのは、災害による被害というのは何人亡くなったとか、経済被害がいくらだったとか、いまだにそういう あの尺度で見られているわけですよねですけども東日本大震災の被害というのは実は地域が全部潰れちゃったんですよねでこういうのは死者の数とかあるいは被害額じゃ表せないんですよねですからこの豊かな社会というあの尺度をですねやっぱりみんながあの合意して決めないとその目標がないというのは非常にあの。 難しいと思うんですよね。でも、まあ、今日の戦争のお話を聞いて、まあ文化というのがですね、まあ非常に重要だというのは本当にその通りだと思うんですけども、これなかなかですね、普及しないんですよね。ですから私今政府に首都直下地震とか南海トラフが起こったら国が潰れるぞと言ってるんですが、これが理解できないんですよね。 ずっと昔からその何人亡くなるかとかいくら被害出るかとかってそういう尺度でしか災害というのを見ていないのでこの豊かな社会における災害の恐ろしさっていうのが全く理解できていないっていうねこういう社会っていうのは非常にこのどう言いますか防災できないんですよねそうするとですね <laughs> それをやってる人間がだんだん元気なくなるんですよね。まあ、確かにね、先生のおっしゃる通りでね、あの、今、非常に豊岡の方はうまくいき始めてますけども、 それまでのご苦労は非常に大変だと思うんですけれどもこの文化についてのですねもっと意識を高める社会にしないとあのこれからの豊かな社会っていうのが一体みんな考えてることがバラバラだとですねうまく進まないと思うんですよねその辺のご意見ちょっと聞きたいと思うんですがあのどうもありがとうございますあのご指摘の通りなんですがえー 防災も教育も文化も表になりませんので <laughs> なかなか政治はあの動かないそれからあのもう防災がまさに典型的なんですが文化もですね失ってみて初めてその大,大切が分かるというあの共通項がございますあの。今日ずっと韓国の話してきましたけれども 韓国の文化予算はフランスと並んで、まあ、今世界一になってます GDP 比でいうと日本の10倍あります、えー、いろんな理由があるんですがその最大の理由はやはり韓国は日本の植民地支配を35年受けて言葉や文化を奪われた経験がある日本は文化は 空気や水と同じようにあって当たり前のもの民間に任せておけば勝手に発展するものとずっと今まで捉えられてきたわけですねこれ高度経済成長の時代だったらそれでよかったんだと思うんですけれどももうそうはいかないとそうするとその防災や教育文化というものを総合的にですね国の施策としてしかもあの与野党問わずですね例えばフィンランドの,あの100年委員会みたいに国会に別組織を作ってこっ国家100年の経を話し合うような部署がですね 多分国会とかに必要なんじゃないかとそうじゃないとですねちょっと地方自治体の力だけではもう難しい時代になってきてるんじゃないかなというふうに思いますがまあ私が別に天下国家を語る資格はございませんので私自身はですねこの豊岡に、まあ、豊岡ご承知のように防災も特に水害を克服した町としてまあ有名なところですので、まあ、豊岡に小さな成功例を作ってですねあのこう 今の閉塞感に風穴を開けられればなというふうに思っておりますありがとうございますはいよろしいでしょうか 先生あの同じ文脈なんですけれども文化の危機と申しますとです、ね、今あの、ロシアのウクライナ侵攻ですけれどもキエフは、まあ、ヨーロッパで有数の文化芸術都市でございますけれども今あの、限定的な戦争がです、ね、例えばヨーロッパ全体に広がればです、ね、これはもう文化芸術のです、ね、最大の危機というふうなことになると思うんですけれども今、先生はどういったお考えをあの紛争に対してお持ちでしょうか。あのー、これ本当に深刻な とことであのまず、えーまあ、なんでプーチンはあんなになっちゃったんだろうなと皆さん思ってらっしゃると思うんですねでいろんなあの意見があると思いますいろんな分析もあると思います政治学上の分析とか、まあ、あるあの病気なんじゃないかとかですねいろんなあの分析があるかと思いますけれども、まあ、私,私の専門に引きつけて言いますと。 あの、演劇や、あの、ダンスの世界では、身体性、あの、身体ですね、体、身体性ということをよく言います。あの、何かダンスでもですね、下手なダンサーの批評に、ちょっと身体性が伴ってないなと、という頭でこう振り付けをしてしまって、まだ体がそれにこう馴染んでないような、という身体性が低いというふうに言います。で、独裁政権、長期、長期独裁政権が、 えー、戦争を起こしやすいのは僕は身体性が低いからだと思ってるんですね。要するに王様とか王皇貴族っていうのは自分が戦場に行くわけではないので、自分や自分の家族が戦場に行くわけではないので、その,その傷つくっていう感覚がどん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 薄れてい,っていっちゃうんだと思うんですや。痛みっていうのはとても大事なことであって、痛みも身,身体性の非常に重要な要素なんですけれども。で えとまあ、ご承知のように民主主義というのはあの国民開閉制度とともにあのこう進んできたような制度なわけですよね要するに兵隊に取られるんだったら選挙権をよこせということなわけですでこれが逆に戦争の抑止力にもなってきたわけですけれどもこれがその長期独裁政権になるとあそれから言論が封殺されたりするとそういうことがまあ新体制が弱くなっていくということが、まあ、私たちの立場あの演劇やダンスをやっているような立場からいうとそういうことは言えるんです。 じゃないかえー、もう一方でですね私個人で言いますとやはりロシアというのは、えー、チェーホフを生んだ国でありドストエフスキーやツルゲーネフを生んだ国でありボルシオイバレエ団を育てた国でありチャイホフ,フスキーやカンジンスキーを生んだ国なんですよね。でこのあの素晴らししいい芸術を生み出した民族とです、ねえー、和解できない わけがないと信じたいというのが芸術家としての私たちの立場です。で、ぜひですね、あの国際批評家協会というのがあるんですが、えー、これは演劇とかダンスの批評家のあの舞台芸術との批評家の協会です。これ世界的な組織で、このロシアセンターが、えー、いち早くですね、ウクライナセンターに対してステートメントを出して。 私たちは今のロシア政府には反対であると、で私たちはウクライナの評論家たちと連帯をするという表明を出しました、えー。芸術家の力は弱いかもしれませんが、まあスポーツや芸術家ですね、あのー、ただ単に まあ今あのこれも賛否あると思うんですよね、あのえっと、ロシアの選手たちがまあパラリンピックに出られないとか、賛否あると思いますけれども、まあ、芸術の場合には、ですねここをやはりそのロシアの表現者たちと連帯をして、えー、小さな声かもしれませんけれども、あのその声を上げていくということがまああの重要じゃないかなと思っております。はい、はいありがとうございました えっと、もう、なく、あ、あそこの一人か、あの、すいません、これで、あの、すいません、時間的に最後の質問にしたいと思います。よろしくお願いいたします。 あの朝日新聞の石合と申しますあのまさに今の問題のちょっとフォローアップの質問をさせていただきたいんですけれどもあの特にまあその音楽の世界で今その文化的ボイコットのような状況があのまあロシアに対して起きていてただこれも二つ種類があるように思うんですつまりなんか今ロシアの例えば八百十二年とか、ね、そういうロシアの作品だからダメだというボイコットと それからあの指揮者の例えばバリリー・ゲルゲフなんかに対して起きているようにその政権に近いから えー、そ,のその芸術家に対して、まあ、ある種の踏み絵を踏ませて、えー、そのプーチン、あるいは戦争に対して反対ならいいけれどもそうでなければ排除するとこのまあ2つの種類のボイコットがあると思うんですねそれでまさにあの平田さんもですねその今はまあその兵庫県というものとの付き合いあるいは地元の市長との付き合いあるいは以前にはあの安倍政権との付き合いというその政治権力との、まあ、距離の取り方というのをいろいろ考えていくだ。 たででね今回のようなその文化的ボイコットみたいなものについてどのようにお考えになるのかつまり、これどういうことが生じ得るかというと例えば演劇祭を今後おやりになった時にじゃあ、ロシアから演劇団体を呼ぶんですかとでその場合にその演劇団体にある種のこう不み絵を迫るんですかということがですね、まあ、起き得ると思うんですね、でこのあたりについてあの今,の考え今の段階でのお考えを聞かせていただければと思います。それからももう一つあの先ほどあの兵庫県もですね 首長が首長かったもんですからあのそこは何か影響がおありになったのかというのもついでにお伺いできればと思います以上です後の方の質問から答えやすいので、えー、とまだあの斉藤知事やはりコロナでお忙しいんだと思うんですが、まあ、もちろん県立大学の学長で何とかお目にかかっているんですがまだゆっくりお話しするあの時間もございませんで、まあ、ただ、新年度予算についてはあの削られるといったことはありませんので。 まあ比較的あの理解はあのい,ただいているのかなというふうに思っておりますあのまあこれ皆様がご承知かと思いますがまあ繰り返しになるコロナでお忙しいこともあってですねまだちょっとあの独自色があの出ておりませんのでちょっとあの論評する立場でもありませんしまたその内容もないということですね特にあのマイナスの影響は全くございません、えー、でえー、っと前者の問題ですね えとちょっとあの遠回りの説明になるかもしれませんが時間オーバーして申し訳ありませんが先ほどあのハンブルグの歌劇場で私が呼ばれた理由経済的な理由を説明しましたがもう1つえと福島あるいはまああのあ福島を素材にしたオペラを作ってくれというのはハンブルグ側からの依頼でした。 私が提案したわけでではないんです福島、えー、東日本大震災できれば福島のことを原発のことを直接題材にしたオペラを作ってほしいとまだこれがヨーロッパではないのでで、えー、ヨーロッパの公共ホールの最大の役割は 今社会的な課題となっていることについて市民が議論できるような対話ができるような題材となる作品を上演し続けることなんです。これは別に新作ではなくても例えば移民の問題が起きた時にはトロイアの女を上演して2500年前のギリシャ人は異文化との接触についてどう考えたかというようなことを議論したりするんです必ず。でだからあの良心的な 音楽監督やその劇場の芸術監督だったらばロシアの作品ロシアのアーティストを呼ぶ積極的に呼ぶ場合もございますただしその場合にはその後なぜ呼んだのかその作品が今例えばここで呼ぶならば日本社会にどういう意味をもたらすのかということをきちんと言語で説明しなくてはいけません 日本はアーティストが社会的な発言、政治的な発言をすることを非常にまあ嫌う社会なんですけど、だからまあ僕はよく叩かれるんですけど、あの、それは芸術監督にとっては当然のことなんですね。演目を選ぶのは芸術監督の責任で選びますので、当然そこには社会性、政治性が含まれます。ですから、あの、一概に拒否するとか、 一概にに無制限に入れるではなくってあのそういった演目選定の中でロシアのアーティストと当然今の状況の中でどう付き合っていくかということが問われなきゃいけないということなんですね。これがあの アーーートのの世界のグローバルスタンダードです日本ではあまりそれが知られてないということかと思いますしまあ地続きじゃないのでですねあまり影響を受けないかと思うんですけど例えばうちの劇団にはあのロシア系ウズベクスタン人の女優が1人いるので彼女はしかもあの旦那さんが日本の外交官のロシアスクールなんでたまたま今日本勤務だったんであの安全なことは安全なのでも徹夜で帰ってこれないって言ってましたけどまああの うちの劇団のように国際的な活動をしていると当然ヨーロッパもそうですけれどもその劇団とかバレエ団の中にロシア人いるわけですよ。でそれではロシア人だから排除するなんてことは起こってないですよ。ただし、じゃあその、えー、とどう考えてもウクライナ人もいたときにこのプーチンを支持すると公言する指揮者のもとでウクライナ人のバイオリニストが演奏できるかというのはまた別の問いかけになってくると思うんですよね。 でそれを一つ一つ判断するってことが大事だと思うんです大雑把にロシア人だめとかロシア人いいとかではなくって一つ一つの個別の事象にきちんと向き合っていくこれは日本のアーティストはほとんど経験してないことですでもこれをやっていかなきゃいけないということだと思いますよろしいですかその、はい、ありがとうございました、えー、っとご講演から非常に多岐にわたる質問に答えていただきましたありがとうございました、えー、っと平瀬先生にもう一度大きな拍手をお願いいたします どうもありがとうございました。えー、これで本日の定例会を終わらせていただきます。お疲れ様でございました。